座学とかは、いろいろ知らないこともあるんで、ためになるとこは、多いですけど、実習の方がやっぱ親方とかの直接指導いただけるから、そっちの方が自分は楽しみです。今日は自分は継ぎ手作ってきました。何継ぎ手？腰掛け鎌継ぎを初めて作ってきました。初めて？どこが難しかった？いやー、全体的に難しかったですけど、親方のアドバイスとかあったんで、わりかしうまくできて、褒められる一面もあったんで。褒められた？はい、一応いい感じに褒められたんで次作る時もうちょいここ注意しろよとかあったんで、やっぱ指示がそういうのをちゃんと受けるんでいいっすね。結構仲いいっすよ。でもやっぱあれっすね、いろんなところから集まってるんで、そいつらの方言とかいろいろあって面白いっすよ。自分は重要文化財を持つ人間国宝です。重要文化財で言えば？やっぱ法隆寺。法隆寺大工だったらいろいろ専門とかあるし、でもやっぱ宮大工ってなると数限られるし、その中でやっぱ現場とかその神社とか扱うとすると、やっぱここの佐渡が一番いいと思うんで、ぜひ夏とか一回来てみれば分かると思います。やっぱ継ぎ手とか細かい作業を紙一重というか、そんぐらいの精度で仕上げる素晴らしい技術です。それが私の魅力だと思います。